虎の子最後の審判。家事代行はフィリピン人のピナイ。詳細は概要欄から。キャンペーン実施中。はい、皆さんこんにちは。ピナイモテキチャンネルモテキです。今日はですね、リベンジ版タイガーファンディングのヨギさんの回のですね、最後の審判をやっていきたいと思います。ヨギさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨギさんのリベンジ版が配信されたのが、3月の7日ということで、ヨギさんの回が視聴者投票に委ねられたということで、条件覚えてらっしゃいます？2000いいね、1000コメントでしたかね。そうですね。2000いいね、1000コメント。はい、で、1週間以内にピナイモテキチャンネルで、そこまで行ったら達成と、本編出場ということになったんですが、じゃあ発表をさせていただきます。1週間終了時点での高評価、いいね数が5190、大きくクリアしております。そして、コメント数が1273ということで、無事、いいね数もコメント数もクリアしました。まずはおめでとうございます。おめでとうございます。どうですか？出た後に何か反響等々はありましたか？そうですね。身内というか、もともと応援してくれてる人たちからのメッセージが結構多かったですね。はい、まあ、ちょっと後半僕、ちょっと嫁の言葉にちょっと感動しすぎて、ちょっと涙を流してしまってですね。はい。ちょっと恥ずかしくて見てなかったんですけど、一週間ぐらい。はい、あ、そうなんですか？粒は見てなくて、反応だけが僕の手元に来るような状態で、はい、割となんかもう、なんか釣られて泣いちゃったよみたいな人とかが結構いましたね。ああ、なるほど。その後って本編とかコメント結局見たんですか？あ、見ました、見ました。あ、見ました。割となんか、まあ、めちゃくちゃ肯定的なの多くなかったですか？そうですね、もう、8割、9割ぐらいなんか肯定してくれてたようなイメージ、うん、印象ですね。うん、そうですよね。いや、僕も改めて動画見返したんですけど、地方議員に報酬なんかいらんと思い切って言う人も初めて見たというか、まあ、聞いたことないぐらいなので、はい、やっぱりこう見てる方からするとかなり勇気をもらえたというか、あ、すごい方、すごい考え方の方なんだなっていうのは伝わったんじゃないかなと思いますけどね。ありがたいです。収録中って、ヨギさんの言ってることというか、プラン内容がわからんという話で結構こう詰められてたと思うんですけど、あれ編集見たら結構わかりますね。そうですか。僕も結構まあちょっと途中テンパってたのか、まあ言ったら説明してわからないわからないっていう言葉が飛んできて、なんて説明したら分かってもらえるんだろうみたいな感じでちょっとテンパってましたね。ああ、なるほど。あんまり覚えてないんですよね。はい。配信見ると同じ質問というか、まあ同じ回答を繰り返しされてた感じがあって、で、内容としては確かに伝わるなと思ってて、あれ、どこが伝わんないって僕らが思ってたのかなっていうのを見返しながら思ったんですけど、なんか、ヨギさんの思いとかは、おそらく最初の発言の時から伝わってて、政治版って言った時に、どういうビジネスモデルになるのかっていうところが、やっぱちょっと見えづらかったのかなっていうことかなと思いましたけどね。でもまあ、それもね、よくよく冷静になって動画を見てみると、まあ、言ってるっちゃ言ってるよなと思ってて。多分こう虎の方も思い込みがあって、虎って基本金を出したり、何かこう意見を言う代わりに金を出したりメリットを何か享受したりするスタンスじゃないですか。とヨギさんの今回の場合って、まああんまりそこは関係ないというか、まあもちろんその多少の利益を得るみたいなのはあるんですけど、まあ金を出すわけでもないんですもんね、とりあえずね、虎はね。基本は、はい。うん、だからその辺は正直すみません、僕も含めた虎側のそもそもの虎っていうものの盛り込みみたいなのがあって、そこと多分ヨギさんが考えられてることが違ったんで、意外とこう頭を切り替えるのに時間がかかったのかなっていう気がしますね。はい。でもう僕の中でもちょっと訳が分からなくなってた感じで、その何をプレゼンしたとかっていうのもちょっともう覚えてないので、動画を見返してみてあ、こういうこと言ってたっけ僕みたいな感じなんですよね。なるほど。なんか途中で忘れてください、別のアイディアでって言い出して、なおさら混乱したじゃないですか。はい、あれはもう、なんか同じこと言っても伝わんないから、もうちょっと角度変えるかみたいな感じだったんですか？令和の虎という
番組にも胸をお貸しいただいて、まあ、協力いただいて、僕が実現したいものっていうのが、あ、これだと多分できないなというか、まあ、番組自体が成立するしないもそうですけど、これで突き進んでも、まあ、理解得られないまま、なんか、令和の虎パワーを使ってみたいなのもなさそうだったんで、うん、まあ、ちょっとそう思っちゃったんで、その時はもう。うん、じゃあもう、僕が個人的に推し進めていくというか、まあ、メリットみたいな話になってきたんで、ここま、僕、リターンゼロで600万出すって言ってるのに、その、メリットで被されるんだったらもう、まあ、難しいんですけど、本当に悪く言うつもりないですが、もう胸をお貸しいただいても、なんか僕の実現したいものに対してのプラスはなさそうだなっていうので、じゃあもう、シャブ台ひっくり返そうみたいな感じになったんだと思います。いや、なんとなくわかります、それは。奥様から終わった後に何か感想等々はありました？まあ、あのままですね、普通に、まあ、私は応援してるからね、みたいな。でむしろなんか、嫁の方も落ち込んでたというか、まあ、僕が落ち込まないように振る舞ってくれてたというかですね。で、放送されて、そのコメントとか見て、なんか元気になってましたね。本当それは良かったです。はい、そうですね。まあ、奥様へのコメントもめちゃくちゃポジでしたもんね、なんかね。そうですね。うん、これも配信改めて見ると、別に奥様が急に新しい視点を入れたというわけでもなくて、思いを分かりやすく代弁しただけなんですけど、あれで全体的な雰囲気、やっぱ空気感ってあるじゃないですか、令和の虎って。そうですね。うん、空気感がめちゃくちゃ動いたなという気はしたので、まあ、そういう意味では最後出ていただいてよかったなと思いましたけど。そうですね、一瞬振られた時にもう僕一回出さないでくださいって言った記憶があるんですよね。あ、そうですね。嫁のブランディングとかになんか影響があったら嫌だなと思って、はい、ただまああれで結局嫁すぎってなったんでよかったなっていう感じです。そうだそうだ、その話になりましたよね。でとりあえず取るだけ取りましょうみたいな話になりますね。そうです、そうです。ですよね。で取った後に場が動いてる感じで、でそのままって感じでしたよね。さっき、まあ、茂木社長もおっしゃった雰囲気というか、どういう仕上がりになるのかがわからないので、わけわからない提示層を持ったやつを応援してるわけわからない夫婦みたいになったら嫌だなと思って、出さないでおきましょうみたいな感じで一回言った記憶がありますね。まあでも、無事、本当に僕もコメントを見て、なんかすごくあったかい気持ちになってて。ああ、そうですか。はい。リベンジ版に、茂木さん出ていただいて、本当良かったなと思いました。ああ、ありがとうございます。ね、こちらこそありがとうございます。なんか林さんとその後なんかこう政治版についてお話しされたりとかそういうことはあるんですか？まあ一応連絡はいただいてて、まあ今度なんか YouTube 撮りましょうよって言われてるんですけど、はい、で、ああぜひぜひって言ってから返事が来ません。あ、なるほど。まあ、お忙しくされてると思うね。通常運転だと思いますんで、そのうちまた連絡が来るんじゃないか。とりあえず待ってます、はい、今は。まあね、林さんは明らかに理解が5人の虎の中でも早かった気がしますし、政治版っていうものに対する思い入れも強いと思うんで、ぜひなんか一緒にこう組んでね、面白い仕掛けやってほしいなと思いますけど、まあその前にね、本編ってどうなんですか？形はあんまり変えずにいくんですか？まあちょっとあんまりネタバレになっちゃうとあれなんですけど。いや、もう結構難しいなと思うのが、僕、あの日以上の、説明ってしようがなくてですね。まあ、うまく、プレゼンをするっていう意味では、ブラッシュアップはできますけど、内容自体は、あれ以上の説明できなくて、どうしようかなって感じがあるんですよね。要は、その場では言ったら、わからないっていう感じになったわけじゃないですか。はい。で、今僕、あの日に戻ったとしても、ほぼ同じ説明になるんですよ。なので、どうしたらいいかなっていう、本編に出てまたわからないってなるのを払拭するために何を講じたらいいのかっていうのが、ちょっと今のところピンときてないですね。僕なんか一つ思ったことがあって、政治版タイガーファンディングに出たいっていう志願者の方が、まあ、出てくるわけじゃないですか。その方、はい、例えば候補の方が一人でもいるんだったらその方連れてくるっていうのはあるかなと思ったんですよ。なるほど。うん、でその人に、まあ、すごい簡単に説明してもらって、そこで虎に判断してもらってみたいなこととか、そのいわゆる政治版タイガーファンディングでこんなことが行われるんだよっていう模擬的なものをそこでやってみるとすごい理解が早いのかなって思ったりとか。いわゆるデモンストレーションをそこでやってみるってことだと思うんですけど。はい、そういうことです。そうですね、一つの選択肢として一応入れておきます。はい、はい。ちょっと最後になりますが、これからリベンジ版に
出られる方、その方たちにリベンジ版の先輩として何かこういうところ難しい何かお伝えすることがあれば一言いただきたいなと思います。令和の虎全体がもうマンモス番組みたいなところで信念みたいなものを持っていると、例えばその場でわからないよとかって言われたりとか論破されたりとかしても、誰かがいやこの信念俺が継ぎたいわとか言って協力者として集まってくるかもしれないので、プレゼン内容とかプラン内容もそうですけど、まあ一本の信念の槍みたいな持ってると味方が確実に増えるような気はします。なるほど、すごい説得力ありますね確かに与儀さんはもう信念の一本の芯がめっちゃ通ってましたもんね、あのプレゼン。確かにありがとうございます、うん、あそこがやっぱり人を動かすんだろうな。いや非常に参考になりました、ありがとうございます、はい、あれですか、いつでしたっけ選挙。7月7日から13日の選挙期間で、投票日が4月14日ですね。4月14日、おお、そうです。ちょっとね、またぜひ当選してもらって姿勢を変えていただくことを、はい、お祈りしております。はい、というわけで、今回与儀大輔さんの最後の審判でした。ありがとうございました。ありがとうございました。